こんにちは。いやもう記事が最近獲得調査獲得調査の文字4文字いやそれそうだよね、4文字熟語みたいな。いや今年はね戦力外になった選手の中で、うん、やっぱり優秀な、はい、まだまだできる選手っていうのは、うん、たくさんいると思うんだよ。ただそのね、所属した球団からはもう枠がないとか、うん、ね、弾かれるわけだけども、はい、他から見るとそうなのみたいな選手はたくさんいるからね。そうなんですよ。 そう、その中で、はい、ヤクルトが今2選手を獲得調査に乗り出しているという記事が出ました、はいはい、これサンスポなので同じ富士系列なので多分結構濃厚だと思うんですが、ソフトバンクの加山投手、それから楽天の西川遥輝選手を獲得調査に乗り出したというところで、はい、なるほど。これはまずどういった、まず加山投手からなんですけれども、加山はやっぱこうヤクルトのリリーフ陣見ると、うん、変則っていうのがなかなかいないんだよね、はい、それと左不足っていう中継ぎも、はい、だから加山なんかはまだまだ投げれると思うんだよ、はい、クライマックスで、間違えたけどね、追い込んでからど真ん中投げちゃったけど、はい、だけどああいうことがない限りはまだまだできると思うしね。そうですよね、うん、まあ、ヤクルトでいうと左のリリーフってその山本投手のみというところなので非常に貴重な戦力、はいはい、いや貴重な戦力になると思う。ありますよね、うん、でヤクルト今シーズンチーム防御率 3.66 で12球団ワースト、はいはい、でやっぱり投手陣の整備が課題っていうところが言われている中で、やっぱり左の、ね、優秀なバッターが並ぶときに、はい、やっぱ加山みたいなのをポンと差し込みたいよね。だからその球がいないんだもん。だから本当は2枚ぐらい左を絶対置いときたいよね、リリーフで、うん、はい、パンシェなんか見て確かにもう左が多いって言ったら左でつないでくるからそのぐらい豊富にいるけどもさ、はい、ヤクルトいないから。いやそう、山本投手のみですよね。で抑えの田口、はい、投手は抑えですし、やっぱ中継ぎ陣で左がいないっていうのが、はい、そう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 、大きいんですね。でワンポイントでもいけるし、加山は、はい、1イニング任せてもいけるしね、はい、俺はまだまだ全然加山はできると思う。ですよね、まあ、左のサイドから投げ込むスライダーはやっぱ左打者にとって脅威と。まあそうだな、打ちにくいよやっぱ、うん、打ちにくさはあると思う。まあ加山投手本人も戦力外通告を受けた翌日にこれまでの経緯を見て拾ってくれる球団があればということでやっぱり現役続行を、まあそりゃそうだよね、はい、望んでいた。今いくつになった？今はですね33歳です。まだまだできるできる。もちろんそうですよね。できるできる。なのでやっぱりヤクルトというとピッチャー急ごとまあそうだね、まあな、誰でもいいっていうわけじゃないけどさ、加山なんか変則でしょ、だからこう変則っていうのは中継ぎにこういると、はい、やっぱ代打ここでこれ切ったところで加山出てくるなって思うと切れなくなるんだよね、はい、だからそういう足止めも食らう、食らわせられるだけの、まあ、選手だよ、ピッチャーだよ、はい、うん、代打の代打行かなきゃいけないもんで2人使うことになるもんなっていうような価値のある、はい、リリーフピッチャーになると思う。そういうことなんですね、うん、あともう一選手、これちょっとすごい意外でびっくりしたんですけれども、はい、外野手の西川遥輝選手も調査しているということで。なんで意外だった？いや外野手で、あ、そっか、いやいやレフトですか？ああでも、あ、だって、まあ、塩見選手いてでライトはね、サンタナがいて、サンタナいてっていうとやっぱ山崎幸太郎選手がなんかレフトのイメージだったりとか、まあ、レフトかなっていう西川遥輝選手なので意外っちゃ意外だ。お前の言う通りだったそうなんですよ意外だったんですよ。まあでも、はい、実力とか実績とかね、はい、まあ、いろいろ考えると、はい、西川遥輝っていうのは、うん、ヤクルトの中に入ってもトップクラスになると思う。ですよね、まあ、これまでに盗塁王が4度、はい、ベストナインは2度で、はい、ゴールデングラブが4度というところで、はい、うん、まあ、今シーズンは、ね、ちょっと35試合にとどまってしまったんですけれども、まあまあそうだね、能力の高い選手。だから塩見がどうかっていうことじゃないの？怪我がち。だから塩見がもし、いやコンディション不良で、まあ、愛機もなんか出たり入ったりするんだったら、はい、肩はね、うん、西川遥輝っていうのはあんまり良くないけども、うん、やっぱ守備範囲だとかキャッチングだとか、はい、そういうものに関しては一流だからね、はい、まあ、そこら辺で置いときたいのかなっていうような感じもするけどね。じゃあその塩見選手のバックアップ的なことも考えてっていう、俺が考えるヤクルトって、うん、まあ、村上をレフト、
将来的なメジャーのことを考えると、はい、やっぱ三塁手ではメジャーの評価っていうのは低くなると思うんだよ、はい、でレフトであれば彼は足も速いしね、はい、肩も強いし、うん、バッティングを生かせると思ったら村上、塩見、サンタナ、うん、これだとすごい外野手になるんだよ確かにそうですよね。いやだから保険だな。あ、何かあった時の、うん、足も使えるし、うん、そうですね、そうでしょ、はい、だからそうなってくると、うん、やっぱこう価値は高くなるよね。ですよね。まあ手抜きがどうのこうのって言われてるけども、はい、ここら辺は青木はしっかりやらなかったらぶち回すからね。あ、確かにそう、青木選手がそうですね、はっきり言うからね厳しいですから、ぶち回すからぶち回すから確かにね、青木選手が黙っちゃいないでしょうし、いやだから青木がいるから、うん、青木はもう手抜きのプレーって大嫌いだからね、うん、彼がとにかく一生懸命やるから、はい、あのベテランがやってるんだったら抜けないと思う。そうですよね、うん、タイマンプレーは許されないですよ、ね、絶対許されないから、うん、心変えるとね、うん、ものすごく能力は高い本当に惚れ惚れするぐらいのスイングのスピード持ってるし、そうですよ、ね、うん、だからまあ使えるっちゃ使えるよね。あと代打の要因っていうことも考えられるんですか？いや、考えられる。で、まあ、代打の要因も考えられるし、はい、ダイソーから守備っていうことも考えられる。まあ肩がな、そうですね、ちょっとな、あんまり良くないから、はい、こう1点差を争う時に守備が逆に守備固めを使われるようなそうですね、まあそんな感じはするけどもね、うん、まあだけど能力的には、トータル的な能力的にはすごく魅力のある、うん、まあ、選手の一人だよね。ですよね。だ、日本ハムから楽天に行った時も本当最初ってすごい成績出してましたよね、うん、最初はやっぱ新鮮っていうところで、うん、やっぱり活躍しなきゃっていうところがあるんですかね。まあ新鮮味がすぐ抜けちゃったよねいやいや、球団が持ってる性質みたいなのがあるんだよ、うん、個性みたいな、性質みたいな。ヤクルトって本当に家族みたいなチームだし、うん、みんな取り込んで、はい、弾けようとすると引き戻されるようなそんな雰囲気があるからね、はい、結構合うかも分かんないよね。だ、巨人にいた田口投手がやっぱりムードメーカー今なっていて、溶け込んで活躍、ちょっとやりすぎだけどそうですね、ちょっとやりすぎな部分ありますけどのように、その外から来た選手もすごくこうやりやすい環境にはある、ね、環境にはあるし、明るいし、うん、その代わり手抜きは許さないみたいな、うん、そういう風潮はあるしね、はい、だからもう そんなだとまたポーンと、うん、あの高津監督も厳しいから、はい、あのファームに落としたりとかおそらくされるだろうから、うん、その前に青木がね、はい、ギューンと締めれば、うん、まあ可能性はあるよね。そうですよね、うん、そんなに困った選手だとかっていう言い方がまがない。でも能力がもったいないだけに ね、じゃあ少しでも少しこう変わってくれればね、ちょっともったいない感じがするんだよ ね、 ですよね、はい、でもこうやってやっぱり声をかけたり、はい、獲得調査してくれる球団があるってことは貴重ですよね。いや、魅力はあるんだよやっぱり、うん、だからうちだったらなんとかなるんじゃないかとか、うん、やっぱそう考えるよね。あ、うん、そうか。ヤクルトっていうとピッチャー中継ぎ陣が不足している、はい、でやっぱその外野手のそのまあバックアップ的なところだったりで、うん、西川選手も、まあ、何かあったらすぐね、うん、あのポンと入れられるような選手だからね、はい、ですよね、うん、やっぱり今シーズンその塩見選手が怪我っていうところがすごく、まあ、誤算というか、そうだな、はい、だからまあ危機管理というかね、うん、まあ、そういう面ではその実績とか、はい、いろいろ考えても塩見が怪我した西川春樹、うん、もう遜色ないからさ、はい、まあ、塩見のあのムードメーカーは外せないんだけどね、いや、そうなんですね、遜色あるんだけど、はい、あるんだけど、まあ、野球やる上では西川がいるとね、はい、やっぱ怖さはあるよね、相手球団からね。あとは代打では今川端選手ですけども、はい、やっぱりもう一枚代打でベンチにいるっていうの、青木もいるんだ。あ、そうか、青木選手もいるのかそうな、しぶとい青木がいるんだよ。どうもレギュラーのイメージが、いや、でも何枚いてもいいんだよ別に、うんうんうん、足だけでも使えるしさ、単独で。そうですね、うん、まあ、成功率も高いしね、はい、まあ、最近はね、まあ、そんなに見てないけど、年齢とともにね、はい、まあ、スピードは落ちていくもんだけども、はい、まだまだね、うん、彼が持ってる全体的なスピードも
考えるとまだまだ走れると思うし、まだ31ですもん。できるな。できますよ。一番いい時かもわからんな。だって巨人の坂本選手何回も年下ですもんね、まだまだ。そりゃそうだよね。え、坂本意外と年だったな、ま、そうですよね。もうね、ああやってハッスルねしてますけど、内野手で。そう。いやでもね、加山投手そして西川遥輝選手が、まあ、獲得調査ヤクルト乗り出してるということで、うまく話し合いがまとまればね、選手にとっても。なんかどこの球団もなんか本気やな。いや今シーズンすごいですね。なあ、やっぱ阪神独走させないだみたいな。それ、まあ、巨人のトレードにしたってそうですしな、はい、だから各球団本気になってんな。ですよね。いやだからもう獲得調査っていうのが4文字熟語がもう毎日飛び交ってる、ね。まあ、調査はまあどこでもしてると思うんだけども調査取ってくれんかな。獲得にかみたいな。なるほどね。それにしてほしいっていうことですね。そう調査、まあ他もしてるでしょみたいな。そうですよね。だからまあトライアウトの前なので、まあ、選手たちもなんとかトライアウト前に接触してくれる球団があるといい。いやそれはな、うん、すごく気が楽になるけどね。ですよね。だからまだまだちょっとこの獲得の調査の記事っていうのは出そうですね、いろんな選手投手で。でも新庄監督が今思えばさ、トライアウトに参加して一生懸命やってたプレーを思い出すと、はい、やっぱ彼がやっぱトライアウトのなんかこうイメージ的なものを払拭したな。翌々年が監督ですもんね。そう。まあ話がそうだけどな、だいぶな。だいぶ取れましたけど。まあまあだけど、その前にね、獲得調査をしてくれるっていうのは、やっぱそれだけの選手だし、うん、ありがたいことだと思ってね。はい。なんか決まればいいな。なんか前向きに決まってほしいですね。まあそうだな。はい。はい。